僕の県には多分県という字間違ってるんです県には三強みたいな人がいるのですが、その人たちと試合するときにどうしてもプレッシャーで勝てません。実績のある人に勝つためのマインドなどを教えてください。いやまあその三強がどれぐらい強いのか分かんないですけど、それが本当にレジェンド級に強かったら無理っすよ、勝てないっす。だってその人たちとやってるときにプレッシャー感じちゃうんですもんね。それ無理っすよ、勝てないっす。普通は逆ですからね。その人たちは絶対負けられないんで、プレッシャーがあるんで、もう当たって砕けろでいけばいいんですよ。でも多分このね、いつでもできるわけじゃないじゃないですか。だからそういうところにプレッシャーを感じちゃうのかもしれないですけど、プレッシャーは絶対的に相手の方があるんで、それをまずちゃんと理解してください。でそれ、これいきなり試合になって、その人たちめっちゃ強いですって言われて、どうやってやったらいいですかって言われたら何とも言えないんですけど、試合が例えばありました、あの人強いなっていうのがもう情報として分かるわけじゃないですか。じゃあその人たちがどういう風にやってるかっていうのをまず知るべきですね。はい、そこから逆算してやってください。うん、その人たちに、ね、勝つためにはどうしないといけないのか、何をしないといけないのか、うん、それでまあよく言いますけど、その人の3倍練習してください。そしたらもう向かっていくっていう気持ちになるだけなので、だってその人が目の前に来て、うわやべ強そう無理だって言って緊張してたら勝てるわけないですよね。はいどうやって勝つのって話なんで、はい、参考にしてください。はい、松本伊藤さんから来ました。1対1でシングルスのスマッシュレシーブの練習をしたいときは全面プッシュレシーブが一番いいですか？何かあれば教えてください。意識することと、まあプッシュにしちゃうともうすでに若干話変わってきちゃうから、どれだけ動きたいっていう量にもよるんですけど、きついのだったらもうこれ意識なんですよ。意識ね、おかしい、ほっほーね、こういう風にやって、バドミントンのコートってまあこうかな、あるよね、ここに。でここにもあるっけ、これ。あ、バドミントンコート完成しました。まあ簡単に言うとですね、これは意識の問題なんですよ。じゃあ特にリー・チョンウェイとかリン・ダンとかね、もうそれ以上強い選手がいないじゃないですかね。僕も例えば日本の場合で言ったら当時そういう感じなわけですね。例えばだけどレシーブとか何でもいいんですよ。1対1でも1対2でもいいんですけど、もうレシーブとかやりたい場合はもうここのスペース使わないです。はい、ここのスペース使わないです。なんでかというと、ここに上げたら、これ俺ね、ここに上げたら余裕で取れるじゃん、当たり前じゃん。そんなのそれ練習なんないですよね。レシーブしてる自己満になるだけなんで、もうここです。ここにわざと上げる。うん、俺ね本当に冗談の時で言いますよ、俺レシーブちゃんとやりたい時とかね、高いポワーンじゃなくて低い低い、ちょっとはいどうぞ1,2,3で打ってくださいみたいな感じで、めちゃくちゃ相手に気持ちよく打たせようとして俺声投げてました。はい、本当に冗談の時で、こっからバゴーン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 って来るように、これを取るのが練習です。はい、これはこういう意識でやってました。うん、だからここ使わないです、こういう意識ね。だから何が言いたいかというと、やる練習っていうのは特別なことってほとんどないんですよ。どれだけ自分でこう負荷をかけれるかなんで、こうするとどうなるかっていうとね、ここからロブを上げますよね、ロブを上げますね、こっちなのかこっちなのかね、ここにロブを上げるスピードとここにロブを上げるスピードだったら、こっちに上げるスピードの方が相手が打ってくるタイミングってもちろん早いですよね、はい、なんでかってここから短いからね。だから ロブを上げてすぐ構えないと無理なわけです。もうほんとバン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 来るんだよ、ほらね、ここだと遅いでしょ、ほら意味わかります？バン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 来るんで、これをマジで取ってました普通に、うん、これがレシーブの練習だと思いますよ。はい、だから1対1でもスマッシュ候補のヘアピン1回でもいいです、ヘアピン2回でもいいですね、こっちロングサーブ打ってこっちスマッシュ打ちましたね、相手が前に返します、それを1回で上げて交代で交互でもいいしね、ネットネットネット上げてもいいですし、それは任せます、負荷の問題なんで、はい全然大丈夫。でも今言ってるどういう風にやればいい練習になりますかって言ったら、こういうとこ意識ね、こういうとこ意識、うん、ここまではいかなくていいです、こういうとこ意識、ここに上げてるようじゃダメ、レシーブ練習で皆さんここで上げてるでしょ、レシーブするってなると。はい、多分僕が本当に試合で出た時だったらね、彼ソータ君ここから打っても決まんなかったと思います、ショートサービス、いやいや本当に本当に、いやと思うでしょ、本当なんです、
現役なんですよ、はい、俺が試合出たとかだったら確かに本当にここから打っても決まらなかったです。決まる気だって一部の実業団の人はこっから打っても決まらないんだよ、はい、ねえ、ソータ君みたいなパンピーが、はい、こっからパーンとパーンと打って決まるわけがないじゃん。そうですね。そうでしょ、はい、うん、だしもう打つ瞬間に打つ瞬間にどっち来るか分かってました、はい、ホームとかでね、はい、でじゃあ体がこっち向いてるとか面がこっち向いたらもうすぐこっちすぐこっち、それ読みね、読み。練習相手がパンピーだったらこっから打ってもらえばいいですね。練習相手がパンピーはいなかったですはい、いやパンピーの場合の、えパンピーしかいない場合の話、パンピーしかいない場合の話ですか、はい。